はい、久保さん、こんにちは。気になる男、第220話ですね。第220話。前回は、簡単な本音の伝え方ということでね、もう簡単な言葉に弱いっていうね、お話ししていただきましたけども、まあ、伝える言葉、伝える言葉は、まあ、よりシンプルで、まあ、分かりやすい言葉が伝わりやすいよっていうことを、特に言っていただいたんじゃないかなとは思っていて、 まあ確かに、ね、子供とかすごく分かりやすいなと思ってて、もう超シンプルというか、もう自分の感情をバーンってこう言ってくれるから逆に逆にというかすごく分かりやすい、嬉しいとか楽しいとか、あ本当にもう良かったとか、まあ、そういうことを言ってくれるから分かりやすいですよね、やっぱりそう,もそう考えると本当に。まあ、ダイレクトにま感情が伝わるというか、まあ、ありがとうとかね言ってくれたりもするし、嬉しいですよね。 だからやっぱ相手の言葉が、アートバーを使った方が、より効果的に伝わるっていうところも言っていただいたかなと思っていて、ここですよね、自分の内部から出てくる言葉より、まあその相手の言葉を使った方が、まあよりまあ使い慣れてるし、なんか無理やり自分から、うん、出,した出した言葉よりも、すごくまあいいよねっていうお話もしていただいた気がしていて、なるほどなと思ったんですけど、あと全知識の使い方も、 を言っていただいたのかなとまあ、例えばとかまあ、だからとかしかしとかあとでもっていうのもありましたよねまあ、だからの後は結論が来るんだよとかしかしとかでもの後は本音がひそえるんでちょっとねえ耳をそば立てて聞いちゃうんだよねみたいな話もしていただいたのかなと思うんですけどでそこら辺こう見ていってちょっと調べていったら話し方でこのピー プレップ法か <laughs>。プレップ法っていうのがあったんで、なんかこういうことが書いてたんで、まあ一番、なんか話し方の順番として、まあ結論を初めに言っといて、また最後にもう一回結論を言いなさいと。その間にまあ結論を言って、まあ理由を言って、そして例を言って、まあ結論を言いなさいみたいな。ポイント、リーズン、エグザンプル、ポイントみたいな。 いう話し方が一番分かりやすいんじゃないのみたいなことがネットに書いてあって、ああ、なるほどなと。まあもちろんその序論、本論、結論みたいな導入部っていうのも必要。そういう話し方もいろいろあったんですけど、なんか一番これが、まあ、シンプルに分かりやすいのはこれかなと。話し方の例もちょっと書いてあったんですけど、まあ、私はあ、何々と思ってますと。まあ、例えば私は YouTube があー人に伝えるのは最高だと思ってますみたいな。で、なぜなら、 なんとかだからです。まあ YouTube はね、動画で今メディアで一番最高で、で、さらにブログよりもね、情報量がすごく多いからです、みたいなね。なぜなら、そして例えば、例えば YouTube を使ってる人はみんな稼いでますよね、みたいなね。YouTube の方がより伝わりやすいよね、ですよね、みたいなね。ブログをやってる人も今 YouTube やってますよね、みたいな、まあ、例えばを使って、そしてだから、だから YouTube やりましょう、みたいな。 まあそういうなんか話し方をすごくみんなされてるなと思ってて、うん、なるほどなみたいなやっぱこういうところっていうのをやっぱ勉強していく、まあ、自然にこうやればあその身につくっていうところもありますけど、まあ、こうやって改めてこう勉強するというか話し方を勉強するっていうのもなんか一つ、まあ、今回ためになったなと思い,、ま、思いましたね。はい、<laughs> ということで、えー、こんな感じで今日は終わってしっりくるんでこれ最後の,のスライドになっちゃったんですけど。 本当にこう話し方も動画を扱う上でここ最近本当に動画を YouTube を使いこなすみたいなお話ずっとしてたと思うんですけど YouTube を使いこなす上ではやっぱり話すっていうところが主眼メインなのでここをいかにこう,うまく相手に伝えることができるかっていうところをより深くやっぱ考えていくと なんか深いなーって感じたりもいたしますね。はい。ということで、気になる男第220話、こんな感じで終わっていこうかと思います。久保さん、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。それではまた、次回の気になる男でお会いしましょう。バイバイ。